まずは今回もオチから画像の数数えてみてや。4匹やね。そんなわけで今日の物語は4プラス4、8物語。それではどうぞ。2時20分、古巣へ到着。極寒だし、どうせ人もいないだろうと来たら、意外とちらほらいる。今回は前回から真ん中に陣取ると考えてたので、周りを見ず、真ん中へ腰を下ろした。パラリラパラリラ、ボン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 、暴走族チームたい焼きがやってきた。おう、待たせたな。まずは茶だ。茶を飲むぞ。最近、お茶もらうね。もう言わないまま、勝手に飲む始末。もう、自分の家だと思っているんじゃないかって、最近思う。たい焼きさん、寒いね。うぷぬし、うん、寒いね。うぷぬし。たい焼きさん、手が冷たい。ほんま冷たい。指先がすごい痛い。何かアマゾンかで指先グッズを探さないとねって話になった。基本的に寒くて会話何したのかも覚えてない。4時から男のたい焼きさん釣り上げる。実は数匹釣ってるんだけど、何時に釣ったのかも忘れてしまった。それくらい極寒なのだ。途中まで気づかなかったけど、西2番に T13 がいる模様。他はだいたいウキンガーかな。たい焼きさん、あれはどうなん。ウプヌシ、うん、グレーだね。寒さでイライラするどころか、もうどうでもいいや感じで放置した。まあこれは本当にグレーゾーン。ただエンジンがうるさいので、個人的に音の方がムカついた。うぷぬし、いや今日まず目まで耐えられないよ。寒いよ。たい焼きさん頑張ろうぜ。お茶飲んで復活しようぜ。お茶タイム。たい焼きさん、もう少しの辛抱だ。頑張れ。四国電力の電気が消える。これが消えると大体魚が釣れ始める。たい焼きさん、それじゃお疲れ。また明日。うぷぬし、お疲れ。うぷぬし。朝まずめって確か朝にあるんだよね。朝がまずいの？おかしくない？寒いのに。結局4匹で撃沈。朝まずめがなかった。周辺も同じく連れていないと思う。帰りに T13 ところへ超過報告。いや、自分とたい焼きさん4匹ずつでしたよ。T13、うち8匹でした。まずめなかったですね。4時に当たり、多かったです。2人の超過を足すと T13 の超過だった。というか、昨日もそんな感じだった。今度から T13 の横で釣ると、おこぼれもらえるかもしれない。そんなわけで、今日は時間短めだったし、結局のところ、寒い、顔が痛い、指冷たい、魚がいない、しか会話がなかった気がする。2人でいろいろ試してみたけど、結局答えがわからなかった。水面をスライドさせた誘いがいいんじゃないかってことになったけど、フォールでも食ってくることもあるし、うん、わからん。重さかなって思って2人で変えまくったけど、さっぱりわからん。とりあえず、まず目がないのが一番辛い。魚がいるなら夜中から粘るしかないかもしれない。でも寒いからやだな。明日は極寒なので悩んでる。どうしようかな。